はい、今回はですね、久しぶりに井上理香プロに来てもらいました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、ものすごく久しぶりなんですけど、うんうん、デリットテックっていうパンツを検証しつつ、うんうん、今の現状もちゃんとチェックしてみたいなというふうに思います。で、この検証なんですけど、まずこれを着ないとき、うん、これを着たときでどれぐらいパフォーマンスが変わるか、そのパフォーマンスの細かいところを言うと、スイングカタリストでフォース、体重移動、うんうん、そしてクラブスピード、そしてギアーズで今度は体の動き方をチェックしたいと思います。はい、だってそもそもパフォーマンスが上がるって意味わかんないでしょだってパフォーマンスの定義って何っていう話なんですよ。だからまずそのパフォーマンスの定義っていう意味では、じゃあ出力なのか柔軟性なのか、うんうん、でそれらの総合的なクラブスピードなのかって3点でしかきっと測れないはずなんですよ。で僕はまずこういう案件テーマでもめちゃくちゃ厳しいからね厳しそう。本当1ミリも飛ばなくて、まあ、僕が打つわけじゃないんだけど、はい、マジで1ミリも飛ばなくてもいいからね。私ちょっとでも飛ぶかもって思っちゃってますもんなんか骨盤の筋肉支えられたらいいのかなみたいな、ちょっと今思っちゃってます。まあまあそうね。でも元々はね、これは健康のねために開発されたもので、そういったパフォーマンスも生きるよねっていうところがあって、うん、はい、私のところに検証お願いしますという形で来ました。なのでパフォーマンスの定義が今のような項目で分けないと、なんで分かんない。だからクラブスピードだけ上がるって一番意味分かんないですよね。あ、そうです。総合的だから、うんうん、出力なのか柔軟性なのか、それとも総合的なクラブスピードなのかっていう3点でしっかりと見てみたいと思います。では、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、条件一緒になるためにちょっと3球ぐらいアップで打とっか。はい、はい、あ、まだアップだから。これね、後の方が有利になったりするしね、たくさん打つと後ろが不利になったりもするんで。100メートル走みたいな、はい、もうとりあえず3球ぐらい心配なさらずに、ここまでにもうちょっとアップしてるからね、はい、そうですね、はい、1枚脱ぎましたもん。1枚脱いだ。はい、ここからいくよ。かしこまりました。ここから3球自分のパンツなんて言ったらいいの、マイパンツ、マイパンツ、はい、じゃあちょっと3球しっかり、しっかりって同じでいいよ。だから自分のフィーリングとしては3球同じ感覚、いつもの感覚ね。いつもの感覚、はい。私計測すると頑張っちゃう癖あります。わかりますか？そしたら両方とも頑張ってね。あ、そうか、両方とも同じように頑張ってくれれば別にいいです。わかりました。はい、じゃあ1球目。はい。はい。はい、距離だけ読み上げましょうか。はい。230、ちょっと右方向かな。はい。当たりは悪かったと思います。はい。はい、2球目どうぞ。あ、ちょっとドロー気味、243キャリー、はい、でもまあ一応芯に当たってます。はい、3球目。はい、ちょっと待ってください、本当に今絶対ちょっと待ってよやばいやばいやばい。いやいや、この辺もでもリアルでいいんじゃないですかね。今頑張って振ったっていうことでいいんじゃない、ね、いや頑張って振ったっていうか、あの、だってそうでしょ。だってこの後にちゃんと履いてどういうパフォーマンスが変化するかやってるわけだから、ね、別にちょっと力んで振ってくれてたっていうのが分かるぐらいでいいですよ。分かりました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、来てきました。はい、来てきましたどうなの、どういう感じなの。まずちょっとぴったりめのインナーパンツみたいな感じです。あ、スパッツみたいな感じ。あ、そうですね、女子はやっぱインナーパンツ履くじゃないですか、うん、それのちょっとぴったりめな感じ、もう少しタイトな感じ。そうですね。あ、そうなんだ。けどいわゆる着圧みたいな、うんうんうん、それよりはちょっと弱い、弱い着圧がって感じですかね。なるほどなるほど、そういう感じだったりとか、はいはい、違和感はじゃああんまりない、ね、ないですね、全然。 OK、 じゃあちょっとこの動きやすさはあるっていうことだね。はい、今回はパフォーマンスの対比なので3球今と同じテンションで打ってってもらっていいかな。で、3球の中のベストパフォーマンス同士を対比するっていう感じにするから、はい、よし、じゃあちょっと3球さっきと同じテンションで最初練習します。ちょっと練習、うん、ちょっと練習しよう。うん、さっきと同じコンディションね。はい、だいたいこんなガチでやる人いないでしょ。あの僕マジガチですから案件無視
でも振っててもどう、違和感はないわけね。全然ないです。なんかむしろお腹らへんの締め付けが心地いいって感じです、うん、心地いいかな、はい、なんかちょっと緊張感を持たせてくれる感じ。なるほどなるほど。結構ここまでやるの個人的には好きで、いつも普段もそういうの履くんですけど。履いてる感じは大事だよね。はい、大事です。まず早速着用時テスト開始、3球いきましょう。はい、あ、右かも。223。え、いいんです、別に飛ばさなくてもいいです、はい、自分の思うままに。3球ちゃんとあるから、はい、しっかり振ってください。230。距離は総合評価なんで、今言ってるのは全く気にしなくていいですよ。出力と関係ないから。まずクラブスピードとフォースとおよび体重移動だから、総合評価の飛距離は一番関係ないです。はい、はい、227。力んでんのかな、わかんないけど。はい、じゃあちょっと比べてみようか。結構チェックしていたのは、はい、クラブスピードおよびフォースだったり体重移動っていうところをチェックしていました、はい、だから距離的には非着用時の方が、ただデータだけ見ると飛んでるのね。だってそれ当たりが関係するから、別にこのパンツ履くから飛ぶとかおかしいでしょ。だってどう考えたって関係ないですよね。でそれよりは、もしこれが出力だったりそういったものに影響しているのであれば、体重移動およびフォースに影響しているわけです。で非着用時の一番ヘッドスピードが速かったのが2球目、はい、でマイルでいうと 98.3 マイルでした。でそれの今このデータをちょっと見てみようかな、はい、横のフォース対体重比で 13% 横方向に力をかけましたということです。そしてトルク回転に関して 106% かけました。そして最後縦方向へのフォース250。これもうすごいよね、正直言って。もうドラゴン選手ぐらいのフォースの。え、そうですか。うん、いつ見てもすごい。縦がまあ得意っていうのは知ってましたけど、縦が得意だけど、俺から言わせればやっぱりフェラーリ、やっぱりマジですか、フェラーリ、車体はフェラーリだなって。えー、でもこれはあくまでも元々持ってるリカちゃんのポテンシャルの話であって、今のパンツの装着時のベストのヘッドスピードは2回目の方が早かった。ただ 0.1 でした。ということはちょっと早い、 0.1 マイルですけどね、うんうん、早かった。でも当たりが悪かったから飛ばなかった。まあ、この辺はでも逆にリアルにそういうところっていうのはあるんじゃないでしょうかね、はい、じゃあその最後のフォース見てみましょう。横 14% 増えました。そして回転122、これも増えましたと。でバーティカルフォース257、これに関してもさっき増えましたね。少しずつフォースも変化があったということが言えます。なのでそういう意味からすると、出力は着用してた時の方がわずかながらに上がったっていうことが言えるんじゃないですかね。ただこれってね、こういう研究をなさってる方って N 値、まあ、要は回数をやればどれぐらいパフォーマンス上がるのって実際には疑問だと思うんですね。大学院で研究してた僕からすれば、 N 値少ないのにこんなの正確に言えるのってところは実際あります。なので今の3球の中に思い込み効果があったかなかったかといえば、そこはまあ正直わからないじゃん。でも少なくても3球の中でのベストパフォーマンスはこちらの方がわずかながらに高かったということは、この3球の中だけでは語れるわけです。ただあとこの装着時に柔軟性が上がるっていうような話も実は聞いていて、そうなんですね。そう、これに関して言うとギアーズとかで X ファクターとか、はい、その粘点量とかそういうのをチェックしないと、うん、ゴルフにおける柔軟性とかって測れないから、そこに関してはギアーズで検証していくべきなのかなというふうに思ってます。クラブスピードが速くなったからといって、はい、飛距離が伸びるっていうのはイコールじゃないじゃん。ちょっと当たんなかったあれですね。まあだから3球だからね、はい、本当はもっとたくさんの球数を打って平均すると何ヤード飛ぶとか、ヘッドスピードはどれぐらい上がるとか、そういったテストをやって初めてこういうのって検証できるわけだけれども、基本的には少ない球数の中で言えることっていうのは、3球の中で言うとちょっとだけクラブスピード上がったと。でもトータル距離は履いてる時の方が、まあ、3球だったからこそ落ちたということが言えるわけです。10球ぐらいだったら分かるかもですね。10球でも本当は1000球ぐらい打たしたいよね。1000球はもう、そうするともうそもそもそのフィジカルのパフォーマンスが変わってきちゃうから、1球ずつ打ってやるとかしかなくなっちゃうわけ、はい、だからなかなかこういうものを正確に検証するっていうのは難しい、同条件に持っていくことが難しいから。でもこの辺はすごく大事なことなんだなというふうに思います、はい、まあ、我々専門家からすれば絶対飛ぶなんていうことを言う必要性はなくて、出力的にまあわずかながらに上がったとか、それが健康に役立つとか、そういったことでも意味はあるわけだから、はい、じゃあ続いて柔軟性を含めたね、スイングにおける変化のテストをしたいと思うので、ギアーズ編に移りたいと思います、はい。
はい、今回はですね、デリットテック1周年ということで、ここにはドラコンと書いてありますが、ニアピン対決に参加したいと思います。皆さんもデリットテックの LINE に入っていただいて投票していただければ参加できます。ステルスグローレを5名様にプレゼントいたします。ぜひご参加ください。はい、では早速いきます。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。